2月18日午前の取引が終了しました。日経平均株価は続落です。前引けは昨日と比べて285円80銭安の 23,237 円44銭となりました。トピックス東証株価指数も 20.05 ポイント安、 JPX 日経400も 172.13 ポイント安と、いずれも 1% を超える大幅な下げとなっております。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 11% にとどまりました。238銘柄、これに対して値下がりが全体の約 86%、 1847銘柄となっております。変わらずが 3% 強ありました。規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型いずれも 1% を上回る下落率、率で言いますと大型より中型、中型より小型の下落率が大きめということで、終わってます。商いはまずまずと言っていいでしょうか。火曜日としては多くもなく少なくもなくというレベルかもしれません。前引け段階での売買高は5億6700万株余り、売買代金1兆飛び220億円、節目の1兆円は超えたということで、前引けを迎えました。決算発表が一巡しておりますから、決算発表を受けての銘柄選別、売り買いというのは一巡しているわけでありますが、それでも前引け段階で1兆円を超えたということですから、それなりに商いはこなしているというふうに見ることもできます。値動きがやや大きくなっておりますから、それに伴って売り買いがやや活発化しているという側面も指摘されます。今日の大幅安の背景でありますが、アメリカにおきましてアップルが新型肺炎の影響で1、3月期の売上高が予想に届かないとの見通しを発表したということを受けまして、東京市場でもアップル向けに部品などを納入している関連銘柄中心に売り注文が増えました。この新型肺炎の感染拡大が他の企業業績などに与える影響などが警戒されたという動きで、景気敏感株中心に下げる銘柄が全体の約 86% に達したということで、ほぼ全面安となりました。取引途中から始まりましたアジア市場もほぼ全体的に下げたということで、リスクオフムードが強まった今日の前場ということが言えます。そういった中で個別銘柄全体が下げる中で、やはりアップル関連中心です。半導体関連なども下げておりますが、電子部品大手村田製作所6981の下げがやや大きくなっております。商いを伴って下げたということで売り注文に押されました。アップルの 1,3 月期の売上未達の見通しというところが警戒されたという動きであります。他にも東京エレクトロンやアドバンテスト、サムコといった半導体関連株の下げも目立ちました。逆に上昇した銘柄、逆行高となった銘柄といたしましては、調剤薬局大手、日本調剤3341が大幅に反発しております。こちらは昨年の5月7日につけました昨年来高値を更新して、終わっております。昨日の引け後発表いたしました株式分割と株主優待制度の導入ということが手がかり材料です。3月31日を基準日として1株を2株に分割すると、合わせまして株主優待制度を導入してオンラインストアの優待券などを送るという発表を行っておりまして、前向きに捉えられました。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。